どうもサーフゲームの鬼黒メガネです。ここは仙南サーフですね。阿武隈川と名取川の間、1ヶ月ぶりですね。座布団、小座布団が調子よく上がっているという話を聞きつけてやってまいりました。今夕方3時10分ぐらい、日没が4時半ということで1時間ちょっとですね、1時間ちょっとやっていきたいと思います。ただ風がちょっとあるのと白波がないのが気になりますね。どこ投げていいか正直わかんない。とりあえず投げるっきゃない。とりあえず投げるか。遠浅のサーフをですね、波も穏やかですから効率よく探っていくためにカットビゴ、潮目もない、ウェイトが跳ねてるわけでもない。これこそ運任せだよね。やばきついわ、寒い、くっそ寒いね、宮城。これ、まあ、きついな。おら！みんな帰ってくな。ここまでか。はい、キャスティング仙台南店に来ております。ちょっとお買い物ですね。こちら見えにくいかな、ヒラメミの SR です。シャロー専用のヒラメミノ、ヒラメミノ3っていうのがありますけどね。
ヒラメミノ3が130ミリかな。これがさらにでかくなって150ミリです。で、私が買ったのがフローティングですね。フローティング。フローティングで70メートル飛ぶということで、仙台サーフ、くっそ浅いです。くっそ浅いから、茨城もね、遠浅言うとりますけども、茨城よりもさらに浅い。水深がないということで、フローティングの方がいいんじゃないかと。フローティング、サーフゲームでフローティングってちょっとね、あんまり使う人いないと思うんです。特に、もう茨城の釣り具屋さん置いてないからね。取り寄せはできるのはもちろんですけど、置いてない、そもそも。フローティングミノーが置いてるとすれば、それはもう、シーバス用とかね、多分そんなのになっちゃうと思うんですよ。ヒラメミノー3。とかね、ヒラメミのこの SR もそうですけども、フローティングっていうのがもうそもそも店頭に置いてない。上州屋、ここの近くの上州屋を見に行ったんですけど、やっぱり売ってなかった。でキャスティングまで来て、キャスティングで売ってたんで買いました。地形変化を見つけてピンポイントで狙っ、そこにいるだろう、そこにいるだろうっていう、こう釣りではなくて、ちょっと消極的な考え方なんですけど、どこにいるか分かんないから、白波もないし、なんか潮目があるわけでもないしね、今日見てもらった限りだと。だからもう上の方でね、でかいの泳がすから気づいてくれよっていう、ちょっと消極的な考えなんですけど、この日のためにね、多分茨城ではこれほぼほぼ使わないと思うんだけど、この仙台サーフで何としてもね、釣りたいということで、ヒラメミノ SR フローティングピンクイワシかな、カラーが、を買いました。聞くところによるとですね、座布団、小座布団がコンスタントに上がってるという情報を聞いております。ダモンで、まあこういう大きい150ミリのミノーでもまあ食ってくるのかなと。逆に言えば、そげはいらんよと。そげは食ってくんなよと。大物狙いです。ということで、今日は近くでちょっと一泊して、朝まずめ、頑張っていきたいと思います。